デス・フロム・はバブ1979は、カナダのギターレス・ロックユニット。パンク、ノイズ、ニューウェーブ、ダンス・ミュージックなどを内包した、ガレージ・ロック系サウンドが特徴。ジェシー・カイ・キーラー・セバスチャン・グレインジャー・キーラーが、自身のタクロックユニット、ファム・ファタールを、ライブバンドに発展させるためのメンバー募集で、グレインジャーと出会い、2001年に結成。 元々はギタリストやボーカリスト等も入れるつもりであったが、キーラーがベースとドラムだけで曲作りや録音をしていた時にグレインジャーがこれでバンドをやるべきだと提案し、ドラムを叩きながら歌えるかを試してみたところ、これだ、うまくいくと感じたことがギターレスとして活動する方向性を決定づけた。地元のトロントを中心にライブ活動を行い、2002年12月15日、 EP, ヘッツアップをカナダのインディーレーベル、エイクレコーズより発売。この EP では、デス・フロム・はバブ名義であったが、同じ名称を使用しているディーフレコーズからクレームが入り、グレインジャーの出生年である1979を付け足し、デス・フロム・はバブ1979に改名。2004年にアメリカのレーベルバイスレコーズと契約し、デビューアルバム、You Are Woman, アイム・ア・マシーも発売。その後アンスラックス、ヤー・ヤー・ヤーズのオープニングアクトを務め、2005年2月には日本の渋谷クラブクワトロ、震災橋クラブクワトロでライブを行う。2005年10月18日、アウトテイクリミックスアルバム、ロマンス・ブラッディ・ロマンスを発売。2006年8月3日、解散を表明。公式ホームページに掲載されたコメントによれば、 すでに数年前からキーラーは、マスタークラフト、クレインジャーは、ソロ活動をとそれぞれ個別のプロジェクトを立ち上げており、そちらの活動をメインとしたいと説明した。2011年2月4日、コーチェラフェスティバルへの出演発表と共に再結成を発表し、その他同年のレディングフェスティバル、サマーソニックなど世界各地のロックフェスへの出演で、活動を再開。 2014年7月8日、シングルトレインレック1979を発売し、同年9月9日に約10年ぶりのスタジオアルバムフィジカルワールドを発売。ありがとうございます。